絶好の実験。さあ行くよ。というわけで巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろう。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。ち、了解だ。さあ捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。ありがとう。君は我々と一緒に行動してくれ。離れるの危険だからな。あなた一緒に可愛い子を捕まえよう。始めましょう。拠点の設営予定地点に巨人がいますが。あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。拠点を作ってもらえる？拠点の設営が完了しました。分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。こいつは通していいんだよな。いや、やれ、とんだ任務だ。すみません、手を借りられて助かってます。ああ、いいんだ。お前も大変だな。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。ここに拠点を作りましょう。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。分隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。奴は捕獲対象じゃないよな。
この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。縁談のもとへ急げ。助けを求めてる。脆いのね。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はします。まだ許さないの。行くわ。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。続きお願いするよ。お願いされても。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ。あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。討伐完了。拠点を設営します。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。行くわ。ここに立ててほしいの。よし、これで拠点を設営できた。隊長、全ての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。拠点は部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。見せてあげる。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。戻ってちょうだい。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。おめでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げる。いける。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。見せてあげる。
げる。次だ。あのクソガレ。行くわ。大きな巨人を捕まえるためには、まず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。逃げちゃダメ。面白いやつだ。分隊長、これ以上は付き合わねえ。これでいいでしょ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと。そんなわけねえだろう。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。もう一体とも思ったけど仕方ないか。出てきたな。アンジ分隊長、お願いしますね、エルドさん。了解。新兵がいたものだ。ダメ。こいつを殺してこの作戦は終わりにするぞ。ああ、まだ許さない。捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。もろいのね。終わりだ。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい。本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。巨人が本当に活動を停止するのか、個体差があるのかも検証したいね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど。
イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。軍隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、軍隊長。